こんにちは、ファーキンさんのヘルマット丸山でございます。今回もザ・ボーイズですね、見ていこうと思います。今回は3話ですね。じゃあ早速見ていきましょう。前回ね、ホームランダーの大演説で終わったので、そこの続きからですね。リトルミスヒーロー、昔のスターライトだ。デスチャだっけこの曲。やばい、もうバタバタですね。本部、あ、ホームランダーが抜いてるのってめっちゃ珍しくない？やっぱ支持率上がるんだ。ヒーローの服を脱ぐっていう意味ですかね、これは。なあ、ぶっちゃやっぱ薬の副作用があるんですね。あ、MM エネダルベーの T シャツだ。宝刀息子の帰り、香川。あ、落としちゃった。落としちゃった。怖っ。やりすぎたって。日々ぐらいでよかったんじゃないの。フレンチの元カノか。フレンチも心配ですね。やっぱソルジャーボーイに殺されてたんだ。 MM 家族。あ、これ A トレインの友達って巻いてたっけ。どうだったっけ。ナディアを消すと、なんとかして。あ、そういうこと。あ、グレース・マロリーって大佐か。忘れてましたね、完全に。すいません、2話の見た人すいませんね。チャーリー作戦の、ペイバック来ました。あ、これもしやボートの社長もいたのね。あ、ブラックノワール喋ってるの初めて見たな。すごい、ソルジャーボーイ盾持っちゃったね。盾がひどいね。しかも形がタカですね。突然すぎる。突然びっくりした。突然来たな。まあそっか、まあ突然始まるもんだったけど、ディープ復帰はやばいね。ホームランダーも脅しの規模が違いすぎるね。ディープのスーツって上下セパレートなのね。 V24 の副作用かなり強いね。 A トレインは本当に黒人でヒーローになれるのかっていうところですね。フレンチ大丈夫？あ、息子分かっちゃうかそこまで。え？マジポンコツやん。え？味方を殺すの？絶対死ぬよね。飛んでったのバカすぎだろマジで。ひどすぎんだろ、なんだよこれ。大人のやることとは思えないぐらいの統率のなさ、ひどいね。え、これで顔出せなくなっちゃったのか、ブラックノワール。ロシアに殺されたんだ、ソルジャーボーイ。これは大変だな。ホームランダーにキックは、まあ確かに分からんね。大丈夫かな、ライアン。なんか3は大丈夫かなしか言ってないな。フレンチってロシア系なの？音よ。音。ロブスター割る音よ。カサンドラ怖っ。マジかよ。またディープこんなこと。これ無理やり生きたまま同族を食わせてるって思うと、エグすぎますよね、これ。フレンチ板挟みだね。これやばいな。本当にスーパーソニックとくっついちゃうな。いやいや吐いちゃった。ぶっかけちゃった、ゲロ。またファークからの次行くのいいね。曲。ヒット。ひどいわ。スターライトすげえ受けてたったね。おー、グー。冒頭につながると。おー、すごい。また面白いね。はい、3話終わりました。グレース・マロリーね。
あれが大佐だったっていうところ、それ完全に忘れてましたね。ソルジャーボーイがなぜ死んだのか、まあ、死んでんのかちょっとわかんないけど、とにかくロシアにいるということが、分かりましたね。ペイバックか。ペイバックの連中がもう完全な無能でしたね。どうしようもないあいつら。はい。ひどすぎました。で、あ、そうそうそう。ホームランドは全裸になってたっていうところね。あそこをね、オンもオフもない、常にヒーローというか、常にホームランダーであり続けてた男、ホームランダーは、が、もうスーツを脱ぐっていうところですね。はい。まあもう見ての通りですけど、ヒーローを捨ててたのかなっていう感じですけど、まあ逆に功を奏したというところでしたね。前回の演説。フレンチがロシア系の人だったっていうところですね。セルジュじゃなくてセルゲイだったっていうところですね。はい。これでロシアに行けるぞというところで、次回はおそらくリトルニーナのところに行って、話をつけるのかというところですね。で、シェリーの話もどうすんだっていうところでございますね。で、あの最後にまさかの、ホームランダーと、スターライトが、付き合ってるという、ホームランダーの策略ですね。まさかのアドリブの策略をぶっ込んできましたね。はい。で、それに乗っかる受けて立つという感じでスターライトがキスをしましたね。いやー、これまたどうなってくのかと。はい。これ大丈夫っすかっていう。いくらスーパーソニックがね、味方で入ってくれると言ってもね、大丈夫かな、怖いね。あと、スーパーソニックともくっついちゃうんじゃねえかっていうね、スターライト。それもありつつも、はい、もう複雑になってきましたね。はい。皆さんは、3話どうでしたかね。面白かったですか。よければコメントお聞かせください。チャンネル登録、高評価もよければお願いいたします。それではまたお願いします。